めっちゃいいが、何調子どうですか。調子よろしいです。何を教えてほしいですか。思い切って潰しましょう。はい、ここでもうね、実は強い球を打つっていうことも、うん、そうなんですけど、ここでこういうふうに打ったら絶対強くなるんです、うん、絶対に上から下のこの動き、うん、この動きでしっかりフェースを閉じて、あとはそれを横の動き、うんするというのが重要です。ですから、はじめウェッジでこう、なんていうか、低い球を打てればいいですよね。わあ、オッケー。そう。うん、もっともっと低い方がいい。そう。そこでどうやってフェースをロフトを立てていったら、まあ、50? まあ50度であんな球は出えへんかったな、今までな。60度ぐらい、うん、バーテ変えていきましょう。はいはい、何番？イメージはもうほんまにこうアウトから来てもいいぐらいね。と手がこっちに来ると開いてまう。うん、しっかりバットドーンとこう、ここでドーンと叩いてくる。そう。そう、うん、このドーンと叩くときにちょっとまあここからイメージがいるんだけど、こう押さえる。そう、okay. なケースがドーンいくで。そう、うん、なんかでも左にブワーンみたいなのなくなったな。いかへん、ね、もうこっちに入ったらほんまにこうとか、ね、こうでそうそうもうフェールやもんね。そう。そう。しばらく打ってもらいましょう。Thank you.これフェードみたいになってもいいの？いいよ。そう。あいつ嫌みやね。こうそれぐらいさ、やった方が分かりやすいやん。うん。せえへんかったからや。これせえへんかったからや。はい。バンって変えますか？はい、変えましょう。なんか恐ろしい雨降りそうやねんけど、大丈夫？これでもめちゃくちゃいいよ。うん、ちょっとちっちゃくやってみる。当たりは薄いけど、今の動きで全然いい。
スイングプレーンってよく言われてるけど構えて、はいはい、スイングプレーンって言われてるけど上げるやんか。そう上げたらもうここでもうこういったら絶対ダメ、うん、ここでちょっとがんじから入れて、がんじから入れるとなるからこれで外から来るから、でもここでふってこうやると、うん、クラブは絶対インサイドに来る。これいいんじゃない ?OK。おついたついた電気が。そう。難しいけど、こういって、下で下ろすときに、ちょっとでも手がこう動いてまうと、いい捕まり方で左行ってまいる。オッケー。必ず下に。あ、絶対雨降ってますな、これ。そう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 。じゃあさ。ローフェードね。え、さっきさ、チーとの会話聞いててんけどさ。あ、いいよ。オッケー。球やね。今日ちょっとさ、ラウンドでちょっと打ちたかったけど、うんうん、これどうする？オッケー。これ最近な、フックになんねん。うん。そうなんですよ。これちょっとテクニックなんです。打ち方は今と同じ速くて、うん、打ち方は全く同じなんやけど、このドーンの時にちょっとだけヘッド倒す。ほんまちょっとだけ。で、あとは同じ。オッケー。ちょっと。お、行きました。お、行きました。俺、天才でしょ。違います。なんで？これ、できるのが天才なんです。ロー？うん。うわお。いけたんじゃないですか？え、ってことは、ローフェードで一杯。いやいや、かけてませんよ。今からです。今から何？何何？じゃあ、その通り。どっちからいきますか？え？どっちからいきますか？え、これもう一回？初めから？初めから。わかった。じゃあフェードローから。ほら。次ドローロー、ドローロー。ドロロー、ロードローや。さっきの良かったですよ。そうやな。でもこれもうやったおーい。いや最後の良かったな。もう完璧ですから。コースは置いといてね。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お